皆さんこんにちは、現役産婦人科医師のママジョイチエコです。3年ほど前に早漏を改善したい5つの対策法という動画を上げて、とっても反響が多かったのですが、皆さんはその後の早漏対策改善など継続されていらっしゃいますでしょうか。今日は新しい早漏改善の対策法について、とっても画期的な商品が出てきたので、そちらをご紹介していきたいと思います。前回の動画は概要欄に貼っておきますので、そちらも合わせてぜひ最後までご覧になってみてくださいね。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。さて、そもそも早漏ってどういったものでしょうか。国際生理学会のコンセンサスとしては、毎回挿入前あるいは挿入後1分以内に射精してしまうこととされています。あるいは WHO 世界保健機関により提唱された、男女両者が性的な関係を楽しむために十分な射精をコントロールできないことというのが一応の定義として広く用いられることが多いようです。一般の方が早漏で困るってなる場合は、女性が十分満足する前に射精してしまう、コントロールが十分できないっていう場合が多いかと思います。興奮しすぎ、神経が敏感すぎ、加齢でコントロールが悪くなるなどの原因が言われていますね。様々な調査がありますが、おおむね成人男性の2割から3割が早漏の悩みを持っていると言われています。そこで今回紹介する製品は DPN-G9 トレーナーといって、台湾のギマーメディカル社という医療機器メーカーが開発・生産している商品です。製品自体は医療機器ではありませんが、最先端の技術を応用して開発された早漏改善のためのトレーニングデバイスです。台湾では昨年から販売が開始され、もう2万台以上も販売されているヒット商品だそうです。先ほど説明した通り、早漏かどうかは男性がオーガズム期に達し、射精に至るまでの時間が短い、長いという違いなのですが、G9 トレーナーはその時間を長くするトレーニングができるというものなんですね。どうやるかというと、低強度の高周波電気刺激を男性期に与えることで陰茎を鍛え、絶頂期、オーガズム期までの時間を遅らせるというふうに鍛えるという形ですね。男性の性反応については以前の動画でも詳しくご説明していますので、そちらもご覧になってくださいね。使い方としては、勃起した状態の男性器の亀頭の手前部分に30秒から45秒ほど当てるだけです。こちらの先端部分から微弱な電流が流れますが、とっても微弱なので実際に手で触っても何も感じません。性行為の30分から60分前くらいに使うと、初めてご使用になる時から効果が出る方も多いそうですが、効果には個人差がありますので、定期的にご使用になるということをメーカーさんは勧めていますね。また使用をやめると数日で効果は薄れていくので、ご自身に合った使用頻度で使いながら探っていくのがいいと思います。ボタン電池で動く軽量でコンパクトなデザインで、こういう小さなポーチも付属していて持ち歩きやすいですね。防水性能も備えているので、自宅でも外出先でも手軽にトレーニングに取り組むことができますね。では具体的な使い方をもう少し詳しくお見せしますね。まずはデバイスの先端部分の2箇所に専用のハイドロゲルを少量塗っていきます。そしてデバイスの中央部を長押しして電源を入れて、勃起した状態の男性器の亀頭から手前の中央部分に当ててトレーニングを開始します。音も特にしませんね。こちらモード強度なんですけれども、3段階から選択できて、いずれのモードでも30秒から45秒くらい当てて終了するという感じです。ご使用された後は乾いた布などでハイドロゲルをきれいに拭き取るようにしてください。電気刺激っていうと少し怖いかもしれませんが、実際には腕などに当てても何も感じませんし、男性器に当てるとわずかにコツコツという刺激を感じる程度なので、どなたでもご使用いただけると思います。使用頻度については個人差がありますが、まずは2日に1回程度から始めるといいそうですよ。実際に DPN-G9 トレーナーを使用した方々からはこういう感想をいただいています。
使用前と比べて明らかにコントロールが向上しました。パートナーとの関係が改善され、自信を取り戻すことができました。今日ご紹介した DPN G9 トレーナーは、今までの対策方法とは全然違う特徴があるので、簡単に整理しますね。まずは低刺激の電気で敏感度を下げるという全く新しいトレーニング方法ということです。2つ目が30秒程度の使用で持続的な効果が見込めるということ。3つ目が即効性があって、また使わないと自然に効果が薄れるということ。4つ目が軽くてコンパクトなのでどこでも使用できるということ。5つ目が痛みや皮膚へのダメージなどがなく手軽ということ。パートナーとの性生活をもっと充実させたい多くの男性にとって、セックスの時間を長く楽しめるような新しい対策法の一つになるかと思いますので、気になった方はぜひ公式サイトもチェックしてみてくださいね。今だととってもお得な割引価格でご購入いただけるので、ぜひ概要欄からご確認くださいね。また使用された方のコメントもお待ちしていますので、よかったらお気軽にコメントくださいね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。